こんにちは、浦田健です。今日のテーマは入居の旬ラストスパートでいきたいと思います。3ヶ月にわたって続いてきた繁忙期、すなわち入居の旬ですけれども、皆さん満室になりましたか？まだなっていないというあなたのためにですね、この2週間、ラストスパートしてですね、必ず満室にするための最後の3つのポイントをですね、お話ししたいと思います。1つ目はですね、礼金敷金を必ずゼロにしてください。やはりですね、ネットでまず物件を多くの方が検索をしてきます。その中で礼金敷金が安ければ安いほど、なければないほどですね、検索されやすくなりますので、これをですねゼロにする。それから2番目はフリーレント。3月はもちろんのこと、4月1ヶ月ですね、最低1ヶ月はフリーレントにしてあげると、入居者の負担がですねぐーんと下がりますので、制約に結びつけやすくなります。3つ目はですね、広告料ですね。これは あなたの物件を紹介してくれる不動産業者に対しての広告料ですけれども、これも1ヶ月上積みにしてあげると。これ出していない場合にはですね、決めることは極めて困難なので、皆さん1ヶ月以上は、基本的に1ヶ月ですね、出していると思いますが、これを2ヶ月にすると。もしくは、個人的にですね、許される場合には、担当営業マンに制約した場合のインセンティブとなる謝礼をですね、商品券でも、ビール券でもいいと思うんですけれども、こちらの方を差し上げるよということで、頑張ってもらう。この3つ、礼金敷金ゼロ、それからフリーレント、それから広告料もしくは謝礼、この3つの合わせ技でですね、かなり問い合わせは増えると思います。ただし内見に結びつたとしても、その場でですね、やっぱり家賃が高いな、他の物件も見てますから、その比較の中でもし立地的、それから設備的、広さ的、物件の綺麗さに、遜色がないのであれば、最終的には家賃になりますから、この家賃のですね、値引きの裁量権もですね、ぜひぜひ営業マンに与えておく。5000までいいのか、3000までいいのか、でこれをフレキシブルに対応してあげることで、入居者は決まりやすくなると思います。そんなに礼金も敷金もゼロだし、フリーレントもして、広告料も1ヶ月上積みなんてことをしてると、結局、4、5、6月ぐらいまでの家賃収入なくなっちゃうじゃないかというふうに考える方がいらっしゃいますが、やはり繁忙期を過ぎるとですね、全くその入居の波がなくなるわけではないですけど、ゴールデンウィークを過ぎると、かなりこの5月6月入居者を見つけるのは非常に厳しくなります。ということは、先に気をもんで、条件を下げずに気をもんで6月7月になんとなく決まるのか、もしくは先にですね、値引きをして入居者を一気に決めてですね、安心感を得るのか、あと2週間の間に、というか今決断をしてですね、この2週間を有意義に過ごしていかなければいけないと思います。はい、ぜひですね、心の安定、それから物件もですね、入居者が住んでいると痛みが少なくなりますし、管理状況も行き渡るようになりますので、やっぱり無人の建物ほど管理の手間がかかるものはありません。なので、少し多少コストをかけてでも一気に入居者を決めるタイミングが、このラストスパートのこの2週間ですから、ぜひぜひもう明日から、今日から、管理会社を回ってですね、条件交渉の条件変更の、営業に出向かれてみてください。ではあと2週間、皆さん頑張ってください。健闘をお祈りします。バイバイ。